東北各地の地域の話題をお伝えしている報道室だより、今日は石巻報道室からです。女川町に J リーグ参入を目指すサッカーチームが設立されました。チームのテーマはサッカーで街を活気づけよう。サッカーを通じて魅力的な街づくりを進めようと奮闘するチームと支える人たちを取材しました。宮城県女川町のサッカーチーム、コバルトーレ女川です。港町女川のコバルトブルーの海から名付けられました。わずか結成2年で宮城県の社会人リーグを連戦連勝。破竹の勢いで優勝しました。牡鹿半島の付け根に位置する女川町は水産業が盛んです。しかし現在の人口は多い時の3分の2程度の1万人ほど。このうち 30% は65歳以上のお年寄りです。この町にサッカーチームを作ったのは大見浩一さんです。20年余り勤めた会社を辞めてチーム作りに当たりました。まずシンボルとして強いそのわが町チームを作る、それはたまたまサッカーで、町とすればそういう若い力が定住してくれる。新しいチームにはトップレベルのリーダーを招きました。藤島信夫監督は昭和40年代に日本代表として活躍し、キャプテンを務めた経験もあります。所属する選手はほとんどが県外の出身です。ミッドフィールダーの中島玲治選手はプロの選手として J リーグに所属していたこともあります。神奈川県の高校を卒業後、全国5つのチームに所属し女川にやってきました。町に活気をというチームのテーマに共感しています。サッカーを通して僕たちが一生懸命やっていくことによって、いろんな面で他もこう活気づいてくれたらいいなっていう。だからそのためにもやっぱ自分たちはもっと試合とかに勝って強くなって、もっと女川を広い場所で知ってもらうっていう、全国に、最終的には全国に広げていきたいという目標があります、ね、中島選手はチームの運営に協力しているかまぼこ工場で働いています。選手の多くは水産加工会社で毎日朝から夕方まで働いた後に夜に練習を行っています。若者の働き手が減っている中、中島選手の元気な働きぶりは工場に相乗効果を生んでいます。サッカー選手なのに一生懸命仕事頑張るんですね。でだったら正社員である我々がこれでいいのかみたいな、いい意味で刺激を中島自身から受けるんで。初めてなんで慣れないんですけど、会社の人たちに優しく親切に教えてもらいながら、足を引っ張らないようにやってます。町の人たちも資金を寄付してチームを支えようとしています。寄付をした人たちはこの会員証が渡されチームの運営に参加できます。ただ応援するばっかりでもつまらないし、そういった意味では自分たちの手で新しいチームですから作っていってるんだっていう、そういった認識っていうのはことさらチームを支えていこうっていう、そういうモチベーションにつながっていく部分はあると思います。この日サポーターたちと選手が出席して交流会が開かれました。地域に密着したチームならではのものです。
俺たちができないことを彼らは形にしてくれてるから、その彼らのプレーっていうのは俺たちの気持ちだと思います。いやありがたいことです。本当にやっぱこういう人たちのやっぱ期待とかないと自分も練習とかでは頑張らないんで、すごい頑張ろうっていう励みになりますね。若者離れが進む女川町、サッカーで町を勢いづけようという熱意が次第に広がっています。コバルトーレ女川は次のシーズンでは宮城、山形、それに福島の3県の代表が競う東北社会人リーグ2部南ブロックに昇格して戦います。これまで市民リーグや宮城県リーグで優勝してきた勢いを保ち勝ち進むことができるのか、町の期待を背に春から始まるリーグに臨みます。